やあみんな元気かな。今回はドラゴンクエストモンスターズ3に出てくるコロネホワイトを熱く語りながら折り紙を折っていくよ。材料はこちら。ということで、今回はスライムコロネの亜種コロネホワイトの魅力や豆知識を熱く解説しながら折り紙で作っていくよ。コロネホワイトはドラゴンクエストモンスターズ3魔族の王子とエルフの旅で初登場したモンスターで、もっちもちの白パンにいちごクリーム色のスライムが挟まった美味しそうな見た目のスライム。実は顔をよーく見るとスライムコロネにはないそばかすがあって可愛いスライムになっているよ。攻撃モーションにおいてはよく似たスライムつむりが甲羅を積極的に使った攻撃方法が多かったのに対し、こちらのコロネホワイトは中身だけがぴょこっと飛び出して攻撃するモーションとなっており、丸い栗型の形の中身のスライムが飛び出てくる姿はとっても可愛い。余談なのだが、現実世界でぬいぐるみとしてグッズ化されており、すっごく人気で先行販売では完売続出となっているらしく、そのぬいぐるみはコロネ部分と中身のスライム部分が別々になるように作られていて、とっても可愛くていつか手に入れたいなと思っているよ。基本情報について熱く解説していたら、折り紙コロネホワイト前向きバージョンの完成。次は横向きバージョンを作っていくよ。チャンネル登録よろしくお願いします。コロネホワイトはスライム系 C ランクのモンスターで、甘味郎の魔界上級のどの季節でも生息しており、配合では怪種のスライムコロネとホワイトビートの配合で生まれる仕様になっているよ。コロネホワイトを倒した時のドロップアイテムは特薬草レアドロップで、不思議な木の実を落とす仕様になっていたよ。コロネホワイトの覚えるスキルはアイドルで、特性はセラピー、レベル20で光のコツ、レベル40で星の贈り物を覚える仕様となっており、 L サイズになった時は1から3回行動にラブリーや全体攻撃を習得する仕様となっており、可愛い見た目とは裏腹に結構強いスライムに成長していくよ。またこのコロネホワイトを使った配合にはキングスライムとコロネホワイトでスライムプディングが生まれたよ。スライムプディングの折り紙ももちろん作っているので、チャンネルページまたは概要欄からそちらもチェックしてみてね。スライムプディングはプリンスライムの王様のような姿の、頭にホイップクリームをのせた大きなプリンのようなスライムで、同じく美味しそうな見た目をしたスイーツ系のコロネホワイトを使うというのはとってもうなずける配合だったよ。余談なのだが、このコロネホワイトの怪種であるスライムコロネはドラゴンクエストモンスターズ3と100円ローソンがコラボした時に本当に食べられるコロネパンとして現実世界に実装されているので、いつかこのコロネホワイトも実際に食べられるコロネホワイトパンとして実装されたらいいなと思っているよ。とコロネホワイトの魅力について熱く解説していたら、折り紙コロネホワイト
前向きバージョン、横向きバージョン、完成。コロナホワイト、前向きバージョンも横向きバージョンも、飛び跳ねて飛び出たバージョンもとっても可愛いよね。チャンネル登録、いいね。